アニョハセヨ。スーパーロボット対戦ファンの皆さん、はじめまして。バンダイナムコエンターテインメントで本シリーズのプロデューサーをしている佐竹真也です。本日は弊社発売のスーパーロボット対戦シリーズ最新作の情報を皆さんにお届けできればと思います。前作スーパーロボット対戦 V の発売から約10ヶ月が経ちましたが、シリーズローカライズ作品第3弾として新たにプレイステーション4、プレイステーションビータ用ソフトスーパーロボット対戦 X が発売決定となりました。そしてその内容についてお話ししていきますが、私の他に本作の魅力について語っていただく方を紹介したいと思います。スーパーロボット対戦のシリーズプロデューサー寺田貴信さんです。どうぞ。はじめまして、BB スタジオで、スーパーロボット対戦のシリーズプロデューサーを務めております寺田貴信です。本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずはスーパーロボット対戦 X の製品情報について紹介します。今作も前作同様韓国版を発売予定です。ご期待ください。そして皆さんの気になる発売日ですが、2018年3月29日を予定しております。続いて今作の内容について紹介させていただきます。まずは参戦作品です。ラインナップはこのようになっており、星のマークで記載した5作品がシリーズ初登場となっております。近年放送していたガンダム G のレコンギスタやバディンコンプレックスに加え、マシン英雄で渡る、さらにロボットアニメの枠を超えた不思議の海のナディアが初参戦となります。その他にも多数の作品が登場し、幅広い世代の方に楽しんでいただけると思います。そして今作のローカライズスクリーンショットの一部を公開いたします。アジアの皆さんにも楽しんでいただけるよう、頑張ってスーパーロボット対戦 X を開発していますので、どうかお楽しみに。前作 V を多くのアジアのファンの方に遊んでいただき大変感謝しております。本作 X は世界観を一新し、アジアのシリーズファンの皆様にも新鮮に楽しんでいただける内容になっていると思いますので、ぜひ楽しみに待っていてください。それではこれからも引き続き情報を発信してまいりますので、本作スーパーロボット対戦 X をよろしくお願いいたします。